拝殿高砂神社は、兵庫県高砂市にある神社。あいおいの松で知られ、能、陽極の高砂の舞台の一つとも言われている。旧社格は、剣社。社殿によれば、神宮皇后の生成は大名虫の命の加護によって、果たされ、その外旋の際に、大名虫の命の、かの子の水門に泊まるとの信託を受け、神宮皇后の命により、大名虫の命が、 当地に祀られたことにより創建されたという。また、天禄年間に薬病が流行したが、須佐野野村、木稲田姫を合わせ祀ったところ、薬病が治まったと伝えられている。須佐野野村が祀られていることから、高砂五図天皇とも呼ばれた。江戸時代の寄進状、借地願い、社外図面、年中行事などに関する資料が、高砂神社文書に含まれている。 1601年に姫路城主の池田照正は高佐五城を高佐五神社の敷地に築くことに決め、領地十国を寄進した。1605年に築城に伴い西北の松林へ移転。1615年に出された幕府による一国一条例により高佐五城が廃城になる。1625年に姫路藩主の本田忠正が領地二十国の寄進し、 元の場所に再度移転させた。高砂は江戸時代において漁業や海運業の拠点として発展し、これらに関係する借地願いも残っている。このうち1826年には都会船仲間の会所を建設するために東西島南北3県の土地の借地願いが出されたほか、1838年には魚市場としての利用を目的にシャチの借用がなされた。 五代目の相生の松ある時、一つの根から死有二本の幹を持つ松が境内に生えた。この松は上とバーの日清が宿る霊松とされ、相生の松と称されたという説があるが、確証はないとされている。初代相生の松は天禄年間に、二代目は陛下によって天正年間に故死したと伝えられている。本田忠政がこれを惜しみ、 戦宮の際に三代目のあよいの松を植えたと言われている。三代目あよいの松は大正十三年に天然記念物に指定されたが昭和十二年に故死し,し、幹が霊松殿で保存されている。四代目は松食い虫の被害により短命に終わった。現在は五代目の松が枝を張る。なお、あよいの松の他にも息吹も神木とされており。 高砂の登場人物である阿蘇の宮観主、友成の杖から発芽したとする伝説がある。境内中央に本殿があり、そこから南側へ、乗りどの平殿、拝殿と四つの建物が繋がって並んでいる。境内の北側には、諸院、北東には三社、西に、淡島社や天間宮などが配置されている。古い農部隊は、東、新しい農部隊は南東にある。 1749年の高砂社を描きに見られる行事は以下の通りである。なお、月日は旧暦である。高砂神社の周期礼大祭に登場をここにて表す。特徴として、旧高砂町の町内に位置する地区が宇治こに入っている。ありがとうございます。